数には口癖があるの。数には口癖があるの。それが何なのか知ってる？何？多分君を悲しませる話なんだよね。バズ、走れ、早く走れ。何かあるとそう大声を上げるの。アニメを見てその真似をしているみたいね。大声を出すとより速く走れるんだって。あの日彼は必死に叫んだよ。イブ、走れ、速く走れって。何度も繰り返し叫んだの。でもこんな足じゃ走りたくても走れない。私はみんなの足でまといだね。いいんだ、僕が力をあげる。バズはおもちゃとして永遠に君のそばにいる。今の彼なら大きな声を出せる。もっと早く走れるさ。荒れ狂う暴力からも簡単に逃げ出せるスピードで。ベニーは私の足が義足であることを忘れたことはないけど、よく私のことをサラと間違えるわ。いろんなことを忘れたせいかな。時々子供みたいに見えるの。老人だって子供みたいなものさ。君の悲しみと引き換えに力をあげる。その力で彼を赤ちゃんにしてあげよう。赤ちゃんになればみんなベニーに優しくするよね。ボーンはとても強くて賢くて勇敢な子犬よ。信じられないかもしれないけど、あの子はずっとあんな小さな体で一番前で戦ってきたの。私を守ろうとしてね。じゃあ、あの子に一番鋭い牙をあげよう。これであの子を傷つける人はいなくなる。ポニーは世界で一番綺麗で完璧なお人形。そう呼ぶのがポニーにふさわしいよ。そう、その通り。もっと悲痛な叫びをちょうだい。君の思い出も全部。約束するよ。彼女は永遠に一番綺麗な人形だ。あの子供を見つけられなくてごめんなさい。もっとたくさんの子供を作ってあげるね。
なたに似てる。マトリョーシカを。処刑の時間だ。私を使うなら気をつけないと。私の墓に酒とバラを備えてくれたのは誰だ？お誘い感謝いたしますわ。悪く、タイムトゥダイ、ネバーモア。悪く思うなよ。うるさい、静かにしたまえ。魂の香り、赤い光と熱が全てを飲み込む。赤い光と熱が全てを飲み込む。タイムトゥダイ、ネバーモア。
茶は作り物、工場も作り物。そんなこと知ってるのに、それでも偽物と一緒にいたいだなんて。バカな子の願いを叶えてあげよう。ずっと永遠におもちゃと一緒にいれば。